年に一度の全日本女王決定戦、全日本選手権ロード。精鋭が揃った大舞台、特別な緊張感があたりを包む。その中に昨年インカレを制し大学ナンバーワンの座を勝ち取った明珍優子の姿があった。今やっぱり持てる力を全て出し切ってゴールするってことがを目標にして走ります。はい。この1年で急速にトップシーンでの存在感を増してきた明珍。それはトップクラスで戦うことの厳しさを身をもって感じ続けた日々でもあった。6月上旬、千葉県鴨川市で行われていた女子ロードナショナルチームの強化合宿。昨年の全日本女王西加奈子ら強豪メンバーに混じり、明珍も初めて招集された。2009年、明珍は大学生大会の最高峰インカレの個人ロードで優勝。競技経験を通じて初めての全国大会制覇だった。そしてこれが可能性を周囲に認められるきっかけにつながる。今年5月、初めての日本代表メンバー入り。世界の舞台で戦うことの厳しさと挑戦の喜びを同時に味わった。明珍の持ち味は上りの強さと前向きな気持ちの強さ。しかし日本代表クラスは甘くない。少しでも気を緩めれば得意の上りでもすぐに置いていかれる。もっと粘らないとやっぱ練習になっていないんだなっていうのを今回すごい教えてもらっていて、すっごくきついんですけど、今回合宿参加してこう気合を入れ直してもらったというか。翌日、ロードでもトップレベル、マウンテンバイクの女王片山理恵が合流。片山と西、大会本番でも相対する2人の女王にここでも食らいついていきたい。この日は2キロの上りを連続で10往復するインターバルトレーニング。トップ選手でも相当に苦しい内容だ。しかしそうした苦しさの中で自分自身に打ち勝ってきたからこそ、片山や西は頂点に立った。二人の後を追って走る明珍。苦しい中、どこまで自分を追い込めるか。練習でもレースでも最後は自分自身との戦いだ。全員同時にスタートした練習は片山がトップ、西が2番手で10往復を終えた。精神的にも肉体的にもやはりトップ選手たちはタフだ。音のする方よっていいなとか思って癖が。遅れて明珍も戻ってきた。疲労か悔しさか言葉が出ない。もっともっと粘らないと、そんな思いを胸に大学での練習に戻った。岐阜県南部に位置する瑞穂市。清流長良川のほど近くに明珍が籍を置く私立朝日大学がある。友人と過ごす姿はごく普通の女子大生。それでも気がつけば自転車のことを考えている。ああいう場でもやっぱ自転車の話とかお母さんの話は聞いてもらうんですけど、やっぱ違った目線からやっぱいろいろ話ができるんで、
すごいああいう時間っていうのはやっぱ自分にとったら息抜きになってるんで、なんかよく言われるのは後輩とかと話をするとなんかやっぱ常に結構どうしなんか自転車の話になってますよねみたいなことは言われるんで、やっぱ自転車のこと考えてしまってるのかもしれないというか、はい。そんな明珍がインカレ制覇を遂げるまでに力を伸ばした場所、それが朝日大学自転車競技部だ。部員男女合わせて31名、創部8年目の新しいチームでありながら全国区で輝かしい成績を残している。率いるのは山崎義弘監督、部の創設を手掛けた人物であり、高校自転車部の名門岐南工業の監督としても部を幾度となく全国優勝に導いた名将だ。この山崎監督の指導と明珍のひたむきな努力が結びつき、彼女の力は大きく伸びた。こうやってやったらどうかというと、それをすぐ取り入れるというようなことで、素直さがこう目立つ子ですね。素質があるかないかと、その素質というのは何かというと努力だと思うんですよ。努力する子、これは素質がある子というふうに僕は見ております。明珍選手が考えているような、つまり強さというものが僕の練習にぴったりと合ってたことも事実だと、そう思うんです。平日のロード練習は早朝5時から授業が始まるまでの3時間。この日は長良川沿いで100キロ近く乗り込む。明珍はパワーやスピードで勝る男子選手を相手に練習を積んできた。多分これ自転車に限らず、多分全てにおいてやっぱスポーツしていてそうと思うんですけど、やっぱり勝った時の嬉しさだったり喜びがやっぱ一番大きいかなと思う。やっぱそれを味わうためにやっぱ練習とかきつくてもやっていってる自分がいるっていうか。強さを求めるならば、苦しさの中でもっと自分を追い込んでいかなければならない。ナショナルチームの合宿で痛感したことでもあった。授業を終えた夕方からはウェイトトレーニング。自転車部には現在3名の女子部員がいるが、明珍の入部当時は一人きり。初めは辛かったという。しかし男子選手たちに負けるまいと練習に励んだ。そうですね、努力家じゃないですか。いつでもコツコツやってるんで、その辺はすごいなって。負けず嫌いで、とにかく意地っ張り、男子にも負けたくないみたいないつも言ってるんで、はい、そこがちょっと男勝りなところありますね。はい、明珍の努力と負けん気の強さは皆の認めるところ。その中で仲間に出会い、信頼する監督に出会った。たくさんの人たちに囲まれて、彼女は強くなるべくして強くなっていった。